はい、おはようございます、永田です。本日2個目の視点はこちら、調整されて強くなったニューガンダムヘビーウェポンシステム。この機体はね、今回割と厚めの調整をもらっているので、早速見ていきましょう。まあ、とりあえず最初はね、耐久値680から720、まあようやくニューガンダムに追加装甲をくっつけたみたいな耐久になったな。前から言われてたからね、スノニューガンダムが720なのになぜこいつはみたいな。別にスノニューがあの武装を持って耐久720なのもほーんって感じだけども、まあまあそれは置いといて、まあ耐久がね上がってよかったねと。でここからはね、まあいろいろ射撃武装にドカドカーと調整が入ってるんですが、まあやはりひときわ光を放つのがチャージ射撃、弾速大幅に上げ、誘導性能上げ。これはアムロがね、射撃 CS でライフルからクソ速い弾を出す新しいデッツァ砲の誕生や。性能の方はね、もうこれは視点を見てくれとしか言えないんだけど、本当にうおーみたいな当たり方するね。まあ、それこそ初代の CS みたいな。まあ、厳密にはどれくらいこう違いがあるんだろうね、普通のニューの CS、 ヘビーウェポンの CS、 初代の CS、 まあ、発生は置いといて、ただ単純な弾の性能、なんかパッと見しっかり調べてはいないんだけど、まあ、ニューガンダム以上初代以下みたいな、そんな印象を受けたな。まあ、まあそんな難しいことは置いといてね、すげえ当たり方するんですごいです。で次に個人的にでけえって思ったのが格闘 CS、 そして特射からね連動して出てくるミサイル、そいつらが今までは当たって1回転ダウンだったのかな、それが強よろけになりました。これはねでかいね。別になんだろう、補正値が変わったとかダメージが上がったとか、そういう直接的なあれはないんですが、その連動ファンネルしかり、自分のビームしかり、追撃がかなり安定するようになったんで、まあ実質火力アップといったところでしょうか。まあどっちも補正が悪いから超上がるってわけではないんですけど、まあ今まではなんかもったいない当たり方が多かったんで、ちょっとだけ当たって浮いてポトみたいな、時々なんかやばい受け身の取られ方されて不利になってたってところもあったんで、まあ、今後それがなくなると考えると非常に良きかなといったところですね。でさらに特殊格闘アシストですね、まあ最近よくありがちな弾数が一発になる代わりにリロード時間がマイナス、まあこれのおかげで動きやすくもなったし、であとは特射一斉射ですね、まあさっきミサイルで少し触れましたが、ビーム部分のねダメージが上がったりだとか、で覚醒中は2発になって面制圧がさらにできるようになったりと、まあとにかくねいろんな射撃武装にテコ入れが入ってます。まあ今回の調整のコンセプト的には、機動力は上げないけども射撃武装超強くするから頑張れよみたいな、そんなところでしょうか。まあまあ結構強くはなったと思うけどね。まあ相変わらず爆弾の後ろ、あそうだな、光栄やってた方が輝くと思うし、であと弱点もそのまま、なんか懐に潜られてわーって死んで嫌な気持ちになるってのもそのまんまなんで、まあ今の強化された武装で、まあ、どれだけ近距離潜られた時抗えるかあたりで、まあ、評価が変わってきそうかな。一応ね連動のフィンファンネルとかも強くなってるんですけど、ビームの誘導性能が上がったのかな。まあハイニューとはねさすがに違うから超当たるってわけではないが、まあ、そこら辺もね自衛で使って意識して使えばなんかこう変わったりするんすかね、知らんけど。はい、というわけで、まあ、あとねまだ喋ってないところは実況中喋っていきましょう。よろしくお願いします。さあ早速弾数が2発に増えて使いやすくなったハイパーバズーカ流しながら、まあとりあえず下がる感じですかね。まあ特殊射撃2発何かが当たればいいと、ここでミサイルが入る。まあダメージはね特殊のミサイル補正が悪いんで伸びないんですが、まあでも間違いなくね今まで以上にダメが出るようになってるんでありがたいですね。普通にダウン取れるのもよし。さあ相方と協力して落としていいですね。相方のライトニングのメインが入ってメインだよね、それかリガカス、あ、わかんねえや。終了です。はい、じゃあ3戦目見ていきましょう。ちなみに今回はね取り急ぎ取ってきたんで特化化成は取ってないんだよね。まあ固定でやってちょっとかっこいい透かし込みみたいなのができればいいかなといったところで、そこら辺はお楽しみに待っててください。さあ一斉射からなんかミサイルがかす当て、ここからちゃんとダウンまで持っていけるのが偉いし、サブからシャチャー入れると汁が出てくるんだ。まあ多分前でもできたのかはわからんが、まあとりあえず汁が出るから汁が出るということです。さあハイニューガンダムが強振、まあ強振中はね変わってないんで、さすがに杖ヘカテイが食らっているので、まあ相方が食らう分にはいいか。後ろでおーっとハイニューのフィンファンネルがなぜこうまで差がついた。
まあこいつがハイニューのフィーファンデルみたいになっても困るけどな。まあそういった感じで、しかしハイニューガンダム、まあ生地なのでしっかり撃っておきたい。さあ射撃シースレイダーに当てていって、やっぱこれ系当てるとね気持ちがいいんだ。ちょっとあれだな、ヘビーウェポン足が遅くて、まあ後ろでねコソコソやってたい機体なわけだから、ハイニュー対面いくら機動力が弱くなったとはいえ、いろいろと相性が悪い気がするな。さあメガシールドは盛大に外してビームを食らってしまいの。さあここはシューティングバーストを吐いて相方を助けに行きたい。まあとりあえずね2発に増えた特殊射撃をまあさっさと撃ってほしいんだが、なかなか難しい。ミサイルは当たってくれず、まああれとかだったらな、ミサイルの追撃で落とせたが、さあハイニューガンダムがシューティング落ちたいような、ちょっと難しいような、そんな落とし頃ではありますが、射撃 CS 気持ちいいが、向こうも気持ちよくなってる。さあ向こうのゲロビを食らって危ういところで、ここで相方がバーストを吐いて、いいですね特殊射撃。まあ今のはダメージアップとかあんまり関係ない場面ではあったが、さあ流れでレイダーも仕留めておきたい。射撃シース、アムロが高弾速の弾を撃ってるの、いや実家のような安心感を感じていたらとんでもない後落ちをしてしまった。こりゃまずい。さあヘカテイが特殊射撃、敵のゲロビーメガバズーカの光に2回飲まれていて、いやこいつはどうしたものかね、大変なことになったわ。しかしリガカスが頑張ってて、これ拾えるんだもんな。これは弾速大幅アップの恩恵を感じる。さらにダメージも130とうまみ。そんでもって対戦が佳境に入っている。切り開くのは敵か、それともこちらのニューガンダムか。さあ B も乱射しつつ、こちらはサブ射撃メガシールド削り切ることはできなくて、これは間に合わなかったと。なかなかねこう気まずい試合ではあったが、ちょっと射撃 CS がねなんかうまくいったので許してくれや。それではラスト見ていきましょう。敵の編成がフェネクス、そしてハイニューガンダム。どうやらねまだまだ固定の強いやつらの話によると、ハイニューは現役らしい。まだアプデ1日すらね経ってないからあれなんですが、まだ強心赤ちゃんの声を聞くことになるのか。しかしこちらもニューガンダム頑張っていきましょう。さあ敵味方ともに機体をビカビカ光らせたハイニューが撃ち合ってる。まあここら辺はね光栄で、射撃シースの打ちどころといったところでしょうか。なかなかね、いや昔から、まあ昔から超使ってたってわけではないんですけど、まあちょいちょいヘビーウェポンの方はね触ってて、なかなかシャチャーをずっと貯めるみたいな、まあ昔よりね間違いなく価値は上がってるんで貯めなきゃいけないんですけど、なかなかね各チャートの併用が難しいというか、意外に考えるところはあるなといった感じでしょうか。おお射撃シース聞いてんね強化が。今のはね間違いなく初代みたいな当たり方、これが気持ちいいんだ。さあフィンファンネルが頑張ってくれたが追撃ならず、仕方ないのでガード補正をくっつけて、フェネクスからバーストアタックもらいそうだったが、別のフィンファンネルが助けてくれた。そっからメガシールドで大ダメージ、加えて相方がフェネクスを落としてくれてアザスといった感じ。ここで少々気になるのが、まあ、耐久ですね。もうちょっと500くらいは残しておきたかったが、おーっとファンネル食らってしまったが、射撃シース様様。やっぱハイパーバズーカもねどんどん撃ちやすくなってるんで、まあ、ガンガン回して、まあ、フィンファンネル出すためだけにやるっていうのもね大いにありだと思います。せっかく弾数増えたから。さあ射撃シースで着々とダメージを取っていき、まあ、ここら辺ねいい感じに闇討ちでゲロビ当てたいところですが、ちょっとフェネクスのねあのメインは見てないと当たってしまうので、まあ、ちょっと援護ができずといったところか。さあフェネクスがここでバーストを吐いて、あやっべーと思ってどうしようかなと思ったら、なんか向こうでファンデル頂上決戦が終わってたので勝利ありがとうございます。はい、というわけで以上がアプデで強くなったヘビーウェポンの視点でした。まあだいぶ強くなったとは思うけど、これもヘカテイと同じで、足遅いキャラってな固定でちゃんと運用しないと強さがよくわかんねえから、まああのちょっと途中でもね触れたけど、まあ、特格派生もやるついでに、まあ、固定とかでやってどんなもんかみたいな動画もまた投稿しようかな。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の中田にもご期待ください。